今回はこちら、パーカーのパーカー IM プレミアムのボールペンの方です。色はペールグリーン CT となります。パーカーのボールペンの名前に CT とか GT とかついてる分があるんですけど、 CT がクロムメッキで GT がゴールドメッキのことです。パーカーのペンを初めて買ったんですけど、このペンは文房具屋さんでショーケースに入れられてとんでもなく目立っていたので試しに買ってみました。これの他に上下がゴールドで軸がホワイトのカラーリングもあったんですけど、とても私生活や仕事では使いそうもないなと思ってこっちの色にしました。価格は箱のない状態で5000円しました。後になって Amazon で4000円で販売されてるのを見つけて、何とも言えない気持ちになりました。ちなみにプレミアムではない安い方のカラーは2100円とかで販売されていました。こういう高い文房具を店頭で衝動買いするのは避けた方がいいかもしれませんね。ではデザインを見ていきます。軸の模様は彫刻仕上げされており、規則的なラインの部分がへこんでいます。持つ位置や握る強さによっては少し指が痛くなる可能性がありますね。マット加工されていますが、少し光を反射しており地味になりすぎてない印象です。むしろこの模様も相まってやっぱり派手です。クリップはパーカーではおなじみの矢羽の形状のクリップです。この華やかな軸とよくマッチしているなと思います。クリップとノック部分はメッキ加工されており光沢があります。クリップの付け根のところが少しずれているのが残念ですね。左寄りになっているのか右側に小さい穴ができています。あとこの軸の凹凸のせいでクリップを横にずらすと戻らなくなります。横にずらすことなんてめったにないでしょうから、大きな問題ではないのかなとは思います。軸にはアルマイト加工が施されていて、クリップのズレによって傷がつくことはなかったです。ノックオンはこんな感じです。ペン先は大部分にヘアライン加工がされています。こことここはメッキ加工されていて指紋が目立ちますね。でもほとんどがヘアライン加工されている部分なのであんまり気にならないです。人によっては握った時にこの位置に指が来る方もいるでしょうけど、指紋の心配はしなくていいと思います。というわけで絢爛華麗な外観でした。パーカーはイギリス王室御用達のブランドということで、この庶民離れしたデザインも王室の方が使うとなると逆に地味に見えてしまうかもしれませんね。では中身を見ていきます。中のリフィルは G2 規格のリフィルが使われています。馴染みあるものとしてジェットストリームも G2 規格のリフィルがあります。ペン先のこのネジの部分は樹脂製になっていますね。中のバネは固定されているのか取り出すことはできませんでした。動画だと分かりにくいんですけど、ペン先のガタつきは多少あります。次に身体計測をします。軸の太さは 11.2 ミリでした。比較的太めな軸ですね。次に体重です。20グラムでした。この太さの金属製のボールペンにしては少し軽めかなという印象です。重心の位置はペン先からだいたい 6.5 センチ程度です。低重心気味ですね。この重心位置と重すぎない重量感、あと程よい太さなのですごく手に馴染む感じがします。では実際に書いていきながら各項目についてレビューします。パーカー IM プレミアム、このカラーはペールグリーンです。価格は同じ形状のパーカー IM スタンダードも含めると2000円から5000円くらいですね。まずデザインです。これは最高かなと思います。とりあえずかっこいいですよね。ただラグジュアリー感というか華やかが過ぎるというか、普段使いが逆にしづらいかもですね。次は書きやすさです。これはかなりいいですね。個人的には最高かもしれません。重さや重心、軸の太さがちょうどいいです。インクは無難にジェットストリームがいいと思います。次に書き味ですが、これはいいです。金属ですけど手触りがいいですね。
握り方や握る位置によっては指が痛くなるかもしれません。ペン先のブレが少しあって、想像以上に筆記時にカチカチと音が鳴ります。ジェットストリームのリフィルに変えたら結構改善されたような気がします。ただ個体差があるかもしれません。最後にコスパですね。これは悪かったんですけど、買う場所や種類によっては最高かもです。自分が出世したらとりあえずこのペンを買っとくかなと思える、そんな値段ですね。3000円前後で買えたらの話です。5000円は正直高いなと思いましたね。パーカー IM のスタンダードの方はコスパは最高かもしれません。表面の加工だったりとか違う部分があるでしょうから一概には言えないんですけど、気が向いたらスタンダードの方も買ってみたいなと思います。こんな感じでですね、まとめレビューは終わりたいと思います。というわけで今回はパーカー IM のプレミアムペールグリーンを紹介しました。筆記時のカタカタと鳴るのが最大の欠点でしょうけど、リフィルの交換やガタつきを抑える工夫などちょっとした手間を加えれば最高のボールペンかなと思いました。あとは派手なボールペンが好きな方にはおすすめです。それでは今回はこの辺で失礼します。ご視聴ありがとうございました。